平田塔介、平田塔介、平田塔介、加盟2年3月3日、1849年3月26日、大正14年、1925年4月14日は、日本の明治、大正期の官僚、政治家、農商務大臣、内務大臣、内大臣を歴任する、山形有友の側近としても有名。また、第二次、桂内閣において、 神社合祀を強力に推進した。山形県米沢出身。爵位は白爵。医師の伊藤雄純は2位。息子のは日本画家で、栄治の次男、正治は松下幸之助の娘婿となり、松下電気産業会長を務めた。次男の平田昇は海軍中将となった。海英2年、1849年、米沢藩の藩囲。 伊藤昇手伊藤家は代々余業とし、昇り木の父の名を伊藤有徳と言った。の子として生まれるが、兄の友人が家を継いだため、安政三年、1856年に、同藩の医師、平田良博の養子となり、藩校、工場館、現在の山形県立米沢工場館、高等学校で学び、さらに江戸へ登って、古賀勤道の門で学んだ。 母親戦争においては、米沢藩は政府軍に敵対した奥越列藩同盟の中心として戦うが敗北。その後、判明によって東京へ上り、明治2年、1869年5月に慶應義塾、現在の慶應義塾大学入り、吉田健介に英学を学び、後大学南港、現在の東京大学に入学した。明治4年、 1871年には、旧藩校、工場館に、洋学者を設置するために尽力し、慶応義塾出身の村、道之助、宮内角助、滝川広倉3名を招いた。明治4年、1871年、岩倉施設団に随行し、奉をする。当初はロシアに留学する予定であったが、ベルリンで、青木修造、品川矢次郎らの地遇を得て説得され、 統一したばかりのドイツでの留学に切り替えた。ベルリン大学で政治学、ハイデルベルク大学で国際法、ライプツヒ大学で商法を習得する。このうちハイデルベルク大学では日本人として初の博士号ドクトルフィロソフィを得た。明治9年1876年1月に起調、内務省御用係となり、後大倉省に転ずる。 長州藩出身の品川、青木の仲介により、木戸孝義、山形有友、伊藤博文ら長州伐の地遇を得て、かつて政府に敵対した米沢出身でありながら、長州系の官僚として信頼されていくことになる。ドイツ法学の専門家として、大倉省翻訳課長、小書機関、法制局専務などを歴任。明治十五年、1882年には、 憲法調査のため、伊藤の憲法調査団に随伴。病で帰国した後は、内閣制度導入に関わる、法制度整備に貢献した。明治23年、1890年の帝国議会発足時には、同年9月29日貴族院議員に直選され、数密院所機関長を兼ねる。平田は貴族院内で、直選議員を中心とする会派。 沢会の結成に努め、山形直系の貴族院官僚派の画像を築いた。明治三十二年、1898年、第2次、山形内閣では、法制局長官、産業組合法をはじめ数々の法案に携わる。この内閣では、保守通を率いる県政党との妥協によって、議会運営の円滑化を図り、地租増長案を成立させたが、その後一転して、 文化人要令を改正し、政党勢力の領感を阻害した。改正には、法制局長官の平田が、積極的に関わっていたため、県政党から非難されることになる。明治33年、1900年12月28日、近景観志向に任じられた。第一次、桂内閣では、桂太郎の要請に応じて、農商務大臣に就任。1九百一年には、 後に、日本商工会議所の前身となる商業会議所の設置法を成立させ、各地における50名以下の選出議員からなる省、会議所の設立を推進した。この商業会議所制度は、後継の商工会議所法により廃止される1927年まで続いた。さらに、第二次、桂内閣では、内務大臣となる。明治41年。 1九0 8年には、日露戦争後の自由主義、社会主義思想の勃興や主観した世状を危ぶみ、思想統制政策として、母親証書の交付を仰ぎ、また、地方政策では、地方改良運動を推進した。陸軍及び内務系官僚に、広範な山形罰を築いた山形側近の中で、陸軍の側近は、桂太郎、小玉健太郎、寺内正岳らとすれば、 平田は、清浦慶吾、田健次郎、大浦兼武らと並ぶ、官僚系の山形側近として、人脈を形成した。明治43年、1910年大逆事件が発生した際は、内省として犯人検挙を指揮。翌年、高徳周水らの処刑後、事件発生の責任を負って桂首相らと共に、待て罪書、辞表を提出するが、 明治天皇の遺留を受けて、職に泊まった。同年、死者となり、家族に劣する。大正元年、1912年12月には、第二次、西恩寺内閣の総辞職を受け、元老会議で後継首相に推されるが、事態。以後は、閣僚などの表舞台には立たず、貴族院及び宮中における、山形抜辻鎮として、元老に次ぐ、影響力を保ち続ける。 立憲政友会を予党と,とした第一次、山本内閣が、シーメンス事件のスキャンダルに見舞われた際には、沢会は、清浦慶吾率いる、会派、研究会と共に、会組予算7、霊園ンを成立させ、3、霊園ンの衆議院と対立。両院協議会でも決着せず、予算不成立となり、山本内閣を総辞職に追い込んだ。 ただし直後に清浦が祖閣の対面を受けた際に海軍側は海軍大臣を出さなかったため流産させられる形で報復されたうなぎ孔内閣。さらに研究会側がこの流産を平田の清浦への嫉妬と沢海の作動のためではないかと疑って領海派の不和の原因となったが平田にとっては全く身に覚えのないことであった。寺内内閣においても 内省就任を要請されるが、5時。同内閣下では、臨時外交調査会委員、臨時教育会議総裁となる。大正11年、1922年には、内大臣に就任するとともに白爵に昇爵する。その後、清浦内閣の成立に力を尽くした。大正14年、1925年3月、病気により辞任。同年4月に、 寿司の別荘において皇居。去年七十七、墓所は、小石川区音羽後国寺。生前の大正十年、1921年、九段坂牛が淵に建てられた、平田通介像は、彫刻家、新海武太郎が製作し、老い、兄、友順の子で、建築家の伊藤忠太が台座を設計したものである。昭和館建設のため、 東京町田市相原町の中央共同組合学園内に移設された。神社号指令は明治39年、1906年の第一次、西恩寺内閣において内務大臣、原隆氏によって出された。この訓令は一つの町村に一社を標準とするものであったが、地域の実情に合わせかなりの幅を持たせたものであった。この訓令の目的が、祭神や、 由来のわからない因子や財政的な基盤の内唱者を駆除し、由緒のある神社を保護することであったためある。だが、平田は第二次、桂内閣の内務大臣として、この訓令を強固に推し進めることを厳明し、さらに保護すべき神社についての判断を府県知事に委ねた。そのため特に合資政策の華々しかった三重県では、県下全神社の9割が廃止されるという事態になった。 こうした合詞政策には、港区間ぐす、柳田国男等の知識人がことを唱えることとなり、明治43年、1910年を境に、急激な合詞は収束したものの、地方の文化や習俗、祭礼に、甚大なる影響を与えた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。